忘れられない人がいる。半年前不良に絡まれた、僕を助けてくれた人。カシバ、とっとと行くぞ。天使みたいだった。はあ、やっとお昼だ。あの人に会いたくて、おそらく同じ高校に入学したはいいけれど、まさかヤンキー校とは思わなかった。アトリー君、お昼の時間ですよ。購買行きたいよね。今日は食欲ないですね。誰がてめえの腹の心配してんだよ。俺らが購買のパン食いたいって言ってんの。真面目だから買ってきてくれるよね、優等生くん。はい。彼に会えるどころか走られてる。はあ。入学して随分経つけど、あの人に会えていない。制服で判断したけど、そもそもこの学校だったのかな。卒業してるとか、それかこんなヤンキー校だし辞めちゃった可能性も。あ、ぼーっとしてたら落ちちゃった。見られてる。ああ、目立つよ。早く教室戻ろう。落ちたぞ。原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。